おっと、上手。よし来た。それじゃあギルドに連絡して他のメンバーも呼んでおくよ。なるほど、今度のゴスペルは人の精神にも干渉してきたか。そして霧の粒子を媒介に広範囲を掌握コントロールする、これで決まりじゃな。博士、お邪魔しますよ。おお、カシウス、1ヶ月ぶりくらいじゃの。レイストン要塞から来たのか。ええ、ようやく仕事が一区切りついてくれたのでね、陣中見舞いにお邪魔しました。それはお孫さんのレポートですか。うん、今朝ほどロレントから届けられてな。このレポートのおかげでようやく確信が持てたわい。ゴスペルの正体ですか。うん、あくまで仮説だがな。思考実験とカペルを使ったシミュレーションは1000回以上行った。聞くか。ぜひとも。それでは。このゴスペルが起こす動力停止現象じゃが、お前さん、あの現象がどのようなものだと理解しておる？ゴスペルの周囲にあるオーブメントに連鎖して起こる機能停止現象。そのように捉えていますが、半分正しくて半分間違っておる。お前さんが言った現象はどちらかというと動力魔法のアンチセプトの働きに近い。内部の結晶回路をショートさせ、一時的にオーブメントを働かせなくしておるわけじゃ。じゃがゴスペルが起こす現象はそれとは根本的に異なっていてな。オーブメント内で生成される動力を根こそぎ奪い取るのじゃ。つまり動力停止ではなく動力吸収ということですか。うん、内燃機関で言えばガソリンを抜き取るわけじゃな。いや、待てよ。それなら奪われた動力はゴスペルに蓄積されるはず。うん、いいところに気づいたの。結論から言ってしまえば、周囲から奪われたはずの動力はゴスペル内部に存在しなかった。
それこそ 1EP たりともな。周囲に拡散した可能性はない。きれいさっぱりとどこかに消えてしまうのじゃよ。そしてエステルたちが出くわした一連の新型ゴスペルじゃが、最新の動力技術では説明できないありえない現象を引き起こした。そのような現象をどうやって引き起こすのかは不明じゃが、一つ確実に言えることがある。それは小さすぎるのじゃ。これまで起きた大規模な異常現象を発生させる気候を手のひら台に収めるのは物理的に不可能だと断言できる。たとえ結社とやらが我々よりはるかに進んだ技術を持っていてもな。なるほど、なんとなくつかめてきましたよ。つまりこのゴスペルは端末に過ぎないわけですね。ゴスペルそのものには異常な動力場の歪みのようなものを発生させる機能がある。その歪みは共鳴するように広がり、周囲のオーブメントから動力を奪う。そして奪われた動力は歪みの中に吸い込まれて消滅する。いや、正確には消えたのではない、別の空間に送られたというわけじゃ。そしてその別の空間にはありえない現象を引き起こせる何かが存在している。つまりそういうことですか。間違いあるまい。結社はゴスペルを通じてその何かが持っている力を引き出すことができるのじゃろう。ゴスペルとはよく言ったものじゃよ。だとしたら何かの正体が気になりますね。はるかに進んだ技術で作られたオーブメントか、それともそれに関してはお手上げじゃ。いろいろな可能性が考えられるが、現状ではこれ以上確かめられん。さてカシウス、10年前と同じことを聞くぞ。この現状を踏まえてわしに今後何をしてほしい？ああ、警備飛行艇の完成をお願いした時と同じ言葉ですか。そうですね。ゴスペルが発生させるという異常な動力場の波、その共鳴現象を防ぐ手段を開発していただけないでしょうか。そう言うと思ったぞ。今取り掛かっている発明もそろそろ完成する頃合いじゃ。それさえ終わればすぐにでも始められるじゃろう。
やあエステル君、いよいよボースに到着だね。僕たちが初めて出会った思い出の地に戻ってきたわけだ。なんとも感慨深いじゃないか。言われてみると確かに感慨深いかも。でもあの時のオリビエって結構失礼なやつだったわよ。私のこと色気がないとか言ってバカにしてたし。それは誤解だよ。好きな子にわざと意地悪してしまうシャイでキュートな照れ隠しだと思ってくれたまえ。また適当なことを。シェラネーとヨシアには速攻モーションかけてたくせに。ま、それはそれとして、今の君は彼らに勝るとも劣らない魅力を放っているよ。しなやかで健康的な色気と乙女ならではの恥じらい。うんうん、成長したものだね。ありがとうって恥ずかしくなること言わないでほしいんですけど。照れることはない。だが君はようやく大人への階段を上り始めたばかりだ。さらなる高みを目指すためにもお兄さんが手取り足取り導いて。結構です。オリビアを頼るくらいならシェラネーを頼った方がマシだわ。ふん、それは残念だ。しかしシェラ君がエステル君を手取り足取り導くわけか。ぐお、何想像してんのよ。あら、エステル。知らねえ、ここにいたんだ。ひょっとしてお邪魔かな。何遠慮してるのよ。ルシオラ姉さんについて聞きたいことがあるんでしょ。昔会ったことがあるみたいだけど、ほとんど覚えていなくて。どんな人だったのかなって。そうね、幻惑の鈴ルシオラ。鈴と扇を使った舞によって観客に幻を見せることのできる人。私のいた一座の目玉とも言うべき芸人だったわ。そうなんだ。その幻ってオーブメントを使ってるの？いいえ、古くから伝わる幻術という技術みたいね。姉さんはもともとそういう家に生まれたみたいだったから。もともと？旅芸人をやっている人間って大体2種類に分かれているの。訳あって故郷を捨てた人間と身寄りのない天涯孤独の人間。ルシオラ姉さんは前者で、そして私は後者だった。私がハーベイ一座に拾われたのは7つくらいの時だったかしら。その頃の私は町のスラムですさみきった暮らしをしてたわ。スリ、置き引き、かっぱらい。ほんとろくなことをしてなかった。
そんな私に手を差し伸べてくれたのがハーベイ座長と姉さんだった。他人を信じきれない私に家族の温かさを教えてくれて、自分の居場所を作れるようにってさまざまな芸や技術を教えてくれた。踊り、猛獣使い、タロット、すべて姉さんたちから教わったわ。でも8年前、事故で座長が亡くなってから一座はバラバラになってしまった。私は姉さんについていくつもりだったけれど、やることがあると言い残して姉さんはいなくなってしまった。に暮れた私は、座長や姉さん以外で唯一頼りになる人に相談してみることにした。そう、すでに遊劇師として活躍していたカシウス先生にね。そんなことがあったんだ。私が遊劇師を目指したのは、少しでも強くなりたかったから。姉さんが帰ってくるまでの間、一人で真っ当に生きていけるように。でもあれから8年経った。自分の道を見つめ直すにはいい機会なのかもしれないわね。知らねえそんな顔しないの。ジンさんに言われたように問答無用で戦うつもりはないわ。ただ一度きちんと姉さんから話を聞きたいと思っている。どのような理由があって結社に組みしているのかをね。そうだね、知らねえ、ファイト。私もできるだけ協力するわありがとう。しかしエステル、あんた本当に成長したわね。何をやぶから棒に。さすがは先生の娘って今までずっと思ってたけど、ちょっと認識を誤っていたかもしれないわ。え、どういうこと。あんたの強さは先生の強さとは少し違うみたい。先生は海のように懐が深くて雄大な強さを持っているけど、あんたはそうね、自分も他人も輝かせるような太陽みたいな強さを持っているわ。え、僕のエステル、お日様みたいに眩しかった君。みんなあんたのそういうところに引きつけられているんだと思う。私もそうだし、もちろんヨシュアもね。先生のことをプレッシャーに感じる必要なんてないと思うわよ。うんやっぱり知らねえって私のお姉さんだよね。いつもいつも励ましてくれてありがとうどういたしまして。代わりと言ったらなんだけど、今度飲みに付き合いなさい。声優劇師になったからにはお酒にも強くならないとね。それは激しく関係ないと思うんですけど。
ういえばティータってボースは初めてなんだっけ。すごく大きなお店があるって聞いたんだけど。あ、ボースマーケットね。オートにある百貨店をさらに大きくした感じかな。いろいろな店が入っていてすっごくにぎやかなんだから。仕事で行ったわよ。確かアガットの故郷なのよね。うん、ミーシャさんっていう妹さんが住んでいるんだよ。アガットさん、妹さんに顔を見せるために年に何度か村に帰るんだって。へえ、そうな。しかしアガットの妹か。あんな不愛想な兄貴を持ってさぞかし苦労してそうよね。もう姉ちゃんたら、アガットさんぶっきらぼうだけどとっても優しい人だと思うよ。ああ、はいはい、不器用で照れ屋なのは私も認めるけどね。私ミーシャさんってすごくいい人だと思うんだ。アガットさん、ミーシャさんの話をした時ん、どうしたの。なんでもない。ただちょっと胸のあたりがどうしてかな。これはやきもちみたいね。ようエステル、今回はお疲れさんだったな。また一歩遊撃士として成長したように見えるぞ。まだまだ未熟よ。防術の腕だって父さんの足元にも及ばないし。あんまり旦那を意識する必要はないと思うぜ。 S ランクの遊撃士っていうのは断りに至った達人ばかりだからな。正直俺なんざ一生かかってもたどり着けるかどうか怪しいところだ。そうなんだ。父さんが具体的にどうすごいのか未だにピンとこないけど、その断りってどういう意味なの。そうだな。かつて旦那は剣聖と呼ばれる卓越した剣の使い手だったそうだ。しかし今では慣れ親しんだ剣と同じように棒を自在に振る。なぜそれができると思う。ものすごく練習したから。もちろんそれもあるだろう。だがそれ以上に棒術の本質を即座につかむことができたからだ。型の反復や反応、筋力や連機を超えたところにある絶対的な次元。あらゆる物事の本質を捉え自在に操ることのできる境地、それこそが断りに他ならない。物事の本質。おそらく旦那が百日戦役で帝国軍を退けた知略も同じはずだ。戦争という物事の本質をつかめたからこそ
あんな大胆な犯行作戦を立案実行できた。敵に回したらこれほど恐ろしい人はいないだろうな。なるほど。でもその父さんもある意味結社に出し抜かれたのよね。クーデター事件の時に国外におびき出されたみたいだし。ああ、おそらく旦那に匹敵する人物がいるのは間違いあるまい。それがレーベなのか教授なのかは分からんが、私たちが戦ったロランス少尉なんてどう？やつか。凄腕には違いないだろうが、旦那に匹敵するかどうかは分からんが、それにやつの強さは断りから来ているのではないような気がする。冷たく研ぎ澄まされ鍛え抜かれた何者にも侵されることのない刃。そんなものを感じたな。うん、言いたいことはわかる気がする。あれから姿を見せていないけど、一体何をしているんだか。ヨシワもこだわってたみたいだし。ああ、結社時代の因縁があるのかもしれんな。俺といい、シェラザードといい、どうも妙な因縁が多すぎるようだ。これもひょっとしたら女神の導きによるものかもしれん。あ、そういえばジンさんもあの時眠らされちゃってたよね。やっぱり何かの夢を見たわけ？ああ、道場にいた頃の夢を見たぜ。キリカが今とほとんど変わってなかったのに気づいてな。夢の中で思わず笑っちまったよ。へえ、キリカさんって昔からあんな感じだったの？ああ、あんな感じだった。あれでよくバルターと付き合っていたもんだと。血が滑っちまったな。悪い、今のは忘れてくれ。うん。ミーシャさん。私はもう少し、あんたも。しかしボスには、あ、エステルさん、またお散歩ですか？まあね。それよりごめんね。ヨシアのこと打ち明けるのが遅れちゃって。とんでもないです。それにしてもヨシアさんに同行している女の子というのは。うん、ジョゼットっていう、やたらと生意気で挑発的な子よ。自分のことを僕って言うから僕っ子とか呼んでるけど。そうなんですか。でも写真で拝見した限りだと
なかなか魅力的な方みたいですね。口を開かなかったら最初に出会った時には完璧にお嬢様を演じてたし。まあそんなことが。ずいぶん器用な人なんですね。なんでもエレボニアの元貴族出身みたいだからね。猫をかぶるのは得意みたい。ジはさっきも言ったように生意気で挑発的な性格だけど。でも聞いた限りだとなんだか憎めない人みたいですね。話してみたら意外と気が合いそうな予感がします。私はダメかも。なんか性格的に馬が合わない気がするわ。そういうのってジルと…あれ、どうしたのアガット。なんでもない。お前の方はまた船内散策か。うん、まあね。そういえばあの時のことなんだけど。あの時、ほらミストバルトで私たちが眠らされた時よ。やっぱりアガットも夢を見たの。はあ、ごめんまずいこと聞いちゃった。いやなことはね。夢なら俺も見たぜ。随分と懐かしい夢を見させてもらった感じだな。そっか、アガットもそうだったんだ。おいおい、そんな露骨に知りたそうな顔すんじゃねえよ。ガキの時村にいた頃のたあいもない思い出ってだけだ。そっか。そういえばアガットってラベンヌ村出身なのよね。久々の里帰りなんじゃないの。あ、しばらくぶりだな。生誕祭が終わった後一度帰っちゃいるんだが。待てよこら、なんで俺が里帰りするのが前提になってるんだ。照れない照れない。確かアガット妹さんが故郷にいるって言ってたよね。さぞかし可愛がってるんじゃないの。あのな、そういえばアガットの家ってラベンヌ村のどこにあるんだっけ。前に空賊事件の調査で寄った時はそれらしい子に会わなかったのよね。ルーイ君と一緒にいた女の子はちょっと小さすぎる感じだったし。あ、ミーシャについては村に寄る機会でもあったらな。あ、うん、よろしくね。しかしそうなるとリータも連れてかなくちゃね。なんでそうなるんだ。だってティータアガットに随分と懐いてるみたいだし、紹介してあげなかったらがっかりしちゃうと思うわよ。わかった。アガット妹さんとティータを会わせたくないんでしょう。図星か。アガットをめぐってお互いやきもち焼きそうだしね。いやー、お兄ちゃんは辛いわね。なんだそういう意味かよ。まあ心配しないでも私がフォローしてあげるわ。だから安心してティータを妹さんに紹介してあげなさいよね。そうだな、その時はよろしく頼むぜ。言っておくが、村に帰る。わざわざケチ。お待たせしました。まもなく本室。
ロレントからわざわざご苦労じゃったな。しかし不動、銀線、銃剣に加えて期待のルーキーの揃い踏みか。なんとも豪華なメンバーじゃの。期待のルーキーお前さんのことじゃよ。4つの地方で結社の陰謀を立て続けに阻止した脅威だ。そんな風に噂されておるようじゃ。冗談、陰謀阻止したなんて買いかぶりもいいところだわ。いつも実験が終わってから余裕で逃げられちゃってるし。でもロレントの事件ではいい働きをしてくれたじゃない。胸を張ってもいいと思うわよ。あれはその偶然が重なったっていうか照れるなっての。要は評判に見合うだけの働きをすりゃいいんだからな。もう簡単に言わないでよ。それはともかくボースでの状況はどうなの？今のところ結社が関与しているとおぼしき事件は起こっておらんよ。例の空賊艇の奪還事件以来軍の警戒も厳しくなっておるしな。あえて言うなら手配魔女が増えておるくらいか。もともとボース地方は広いし険しい地形に囲まれておるからの。そういった場所から凶暴な魔獣が降りてくることが多いんじゃが、それにしても今月に入ってからすでに10件も報告されておってな。先日立ち寄ったついでに何匹か退治していってくれた。できればお前さんたちにも手伝ってもらいたいんじゃが。そうした方が良さそうだな。
凶暴な魔獣の増加にしても結社が絡んでいるかもしれん。うんうん、放っておくと危ないし、ここは退治を優先しちゃいましょう。から退治するか。失礼しますわ。メイベル市長、それにリラさんじゃない。ごきげんよう。エステルさん、ようやく再会できましたね。ご無沙汰しております。先輩とリラさんもお元気そうで何よりです。メイベル先輩？あ、王立学園の先輩でいらっしゃるんです。
それと10年前に。おい、失礼しました。今日のところは皆さんがいらっしゃったと聞いたので挨拶に伺わせていただいたのです。全土を騒がす国際犯罪組織を追ってらっしゃるのだとか。国際犯罪組織。少し雰囲気は違うけれど、そう思ってくれて構わないわ。ボース氏としても犯罪組織の暗躍は人事ではありません。可能な限りの協力をさせていただきますわ。うん、その時はよろしくお願いします。ま、せいぜい期待してるぜ。では私たちはこれで失礼させていただきます。何かありましたら市長邸までいらしてくださいね。失礼します。やれやれ、お前さん、もう少し愛想よくはできんのか。悪いが、これが地でね、サービス業じゃねえんだ。その辺は勘弁してもらうぜ。確かにアガットって誰に対しても横柄だけど、それでも対応そのものは割と丁寧な感じがするのよね。でもさっきの市長さんにはそっけなく感じたんだけど。気のせいだろ。それよりもさっさと手配魔獣の退場しまぞ。じいさん、一通り教えろよ。うん、報告されているのは3件。まずは黒根峠に出没するブレードファング、そして霧降り峡谷に出没するゴーストエピタフ、最後に琥珀の塔に出没するオクトボーンじゃ。うん、ちゃんとメモしたわ。よし、魔獣退治ってことは俺の銃剣の出番のようだな。今回は俺に仕切らせてもらうぜ。え、ま、ボース地方はあんたの故郷でもあるしね。今回は適任じゃないかしら。ああ、俺も依存はないぞ。決まりだな。それじゃエステル、とっととメンバーを選ぶぞ。なんか強引ね。では各地に行ってみるとし、せっかくだからラベンヌ村にも寄っちゃう？あのな、定期船でも行ったはずだろうが、ラベンヌ村に寄るのはボースの事件が一段落してからだ。もうケチくさいわね。アガットの言う通りかもしれないわ。ティータちゃんを差し置いて私たちが寄るわけにもいかないしね。それもそっか。そこで納得すんじゃねえ。
Thank you.
食材を集めてくれた人じゃない？お久しぶり。なんだかご縁があるみたいね。早速だけど仕事の話をさせてもらってもいい？うん、問題ないわ。食材を集める仕事だって書いてあったわよね。うん、そうなのよ。新メニューの研究に珍しい食材が必要になってね。で、ついでに他の食材もお願いしちゃおうってわけ。急ぎの仕事じゃないから手すきの時にやってちょうだい。なるほど、了解よ。それじゃあ食材の入手方法を説明してくれ。必要な食材のリストには珍しいもんもあったぞ。あっと、それを確認しないとね。例えば魔獣の骨とか意外と手に入りにくいものだし、入手が難しいのは魔獣。え、待つ、これは結構大変。食材が受け渡しは別々に持ってこられても、一つ残らず。うん、じゃあよろしくお願い。ここでお待ちしてる。あら、うん、確認し、うん、全部揃ってるわね。それじゃ受け取らせてもらうわよ。忙しいところありがとうね。おかげで助かったわ。気にしないで。お役に立てたなら何？お暇ができたら、じゃ、うん、様が見つからないと何もかもが台無しです。早くどうにかしなければ。ちょっといい？はい、何でございましょう？
お話し中ごめんね。私たち遊撃士協会の者なんだけど。あら、あなた、あれ、確かレーナさんよね。知り合いか。うん、王立学園の生徒さんよ。でもどうしてこんなところにいるわけ。ええ、これには事情があるのですが、皆さんは掲示板を見て来てくださったのですね。そうだけど、できるだけ速やかにご依頼したい件がございますの。お引き受けくださいますか。うん、やらせてもらうわ。ご承知くださいますか。いや、かたじけない。私は遊撃士の方々に状況を説明しておきます。お相手への対応、そちらにお任せしますよ。はい、それではどうかお嬢様のことよろ。はい、あの人誰。当家の使用人です。私と同じくお嬢様のお世話をする係ですわ。お世話をする係。ええ、そうですが、それはさておき、まずは状況をご説明いたしましょう。あっと、そうだったわね。エステルさんはフラッセをご存知ですね。フラッセさん。あ、うん、アイバは。それも王立学園の生徒か。ええ、そうです。私と同じ制服ですから、見ればすぐわかるでしょう。そのフラッセさんがどうかしたの。逃げたのです。あ、ですからニコのアンテローゼから。逃げたって、なんでレストランから逃げ出す必要があるの。なぜ逃げ出したのか、こちらがお聞きしたいぐらいです。何しろ今日はお嬢様にとって誠に良き日なのですから。ん？どういう意味だ。あちらをご覧ください。ある帝国貴族のご子弟です。お嬢様とのお見合いのため遠路はるばるお越しくださったのです。うん、そうなんだ。って、お見合い。そのフラッセって娘が。まだ学生の身とはいえ、お嬢様もはや16歳。帝国上流階級のご令嬢として縁談の一つもないのは恥です。ちょっと待った。家の恥とかそんなことよりもっと大事なものがあるじゃない。本人の気持ちは確かめたの。今回のご縁談のお相手は家柄人柄とも、もうお会いになればきっとお嬢様もこう。だからそういう問題じゃ。なんとなく逃げた理由が分かってきたわね。意に沿わぬ縁談からの逃避行ってところかしら。いいじゃない、まさに。何悠長なこと言ってやがる。そんなことでいちいち駆り出されてたまるかよ。人の考えはそれぞれです。ですから皆さんの意見に異を唱えることはいたしません。差し当たって重要なことは自由恋愛をめぐる議論ではなく、お嬢様を連れ戻すことですから。同感だぜ。お嬢様の逃亡先に何か心当たりはないのか。フラッセは思い込んだらどこまでも突っ走る性格。おそらくは
相当遠くに行っていることと思います。相当遠くってまさか街道に出て行ったりしてないわよね。いえ、街の中にはいらっしゃいませんでした。ということは当然街道に出たのだと思います。大変じゃない。ですからこうして皆さんにお越し願ったのです。事態の緊急性がご理解いただけましたか。そいつを先に言いやがれ。大雑把なもんでいい。場所の見当ぐらいつかないか。お嬢様は事あるごとに学園に戻るとおっしゃっていました。それぐらいしか思い当たることはありませんが。学園に戻るってことはルーアンに行くってことよね。ああ、まずはそっちの方角を渡ってみるべきだな。うん、そうしましょう。それじゃあレイナさん、私たちはもう行くわ。何か他に言うことはない。そうですね、では一つお嬢様に伝言をお願いします。伝言？ええ、臆病者と。そんなこと。問題ありません、これも計算のうちですから。何でもいい、とにかく今は急ぐぞ。このお部屋はただいま御用のない方の出入りはど。ここが帝国大使館の連絡先。はい、そうですか。何か御用でしょうか。用があるのはそっちなんじゃない。遊撃士協会のものよ。ああ、遊撃士の方でしたか。よろしければ今すぐにでも事件の説明を聞いていただきますが、ご都合は大丈夫でしょう。うん、問題ないわよ。それではこちらへどうぞ。詳しいことは書記官がご説明いたします。閣下、遊撃士の方がおみ。おお、参ったか。おや、君たちは。あ、お久しぶりです。うん、またお会いしましたな。あの、オートではご協力ありがとうございました。ところで、どうしてボスに。うん、調印式も無事に終わり、ようやく日程が空いたのでな。かねてより予定されていた訪問を実現したというわけだ。なるほど、ご指だが、そんなことはもうどうだっていい。とにかく今は何としても勲章を取り戻さねばならんのだ。そんなに大事なものなんですか。おい、書記官、何をグズグズしているのか。さっさと遊撃士諸君にあれをお見せするのだ。は、ただいま。なんだか大使さん焦ってるみたいだけど。うん、ご無理もない話。この度の事件は閣下にとってまさに一大事な。何しろあの勲章は皇帝陛下より賜りし栄誉の品。それを盗まれたとあっては大使のご面目は丸つぶれとなる。もし話が本国に伝われば、閣下は帝都中の笑い者となるであろう。帝都中の笑い者って、ちょっと大げさに考
じゃない。いや、帝国に仕えるものとしてこのような失態はまさに社交界の好機。ひとたび噂が広まれば、例えではなく性格悪す。社交界って実は怖いとこだったのね。それが正解に生きる者の定めであるからな。ご足労願ったわけが、理解してもらえただろうか。なるほどな。一応の人で大使の言ってたあれってのはなんだ。俺たちに見せたいものでもあるような素振りだったが。うん、犯行声明とおぼしきカードが。うるわしの姫君とその友らよ、奪い解散と干す第一の鍵は次なる呪文 RICE。 全ての終わりは始まりなり。何時これを忘るべからず。ほんと、まあ、と